着のシャミセントお話ししてまいりましたけれども、まだ厄介なことあるんですよ。色紙。サイン色紙。これがまた厄介な代物なんです。うちの市長ってね、街中で、あ、ヨシエさんサインくださいって言われてもね、そこで入っててしないんですよ。お断りするんです。 お断りすると申しましても、あ、サインしませんとか、そういう断り方ではないんですね。あのー、うちの人ってね、うちでじっくりゆっくり書かなきゃダメな人なもんですから、そういうところでサササってできないんですよ。ですから、サインくださいって言われた時にそばについております弟子が、その方のおところを伺うんです、お住まいをね。で、ちょっと時間はかかってしまいますけれども、お宅の方に送らせていただきますので、ということで、えー、 おところを伺います。それとかね、あとね、えっ、ー、と、公園の仕事ですね。公演の仕事なんかがあって、えー、色紙の依頼を受けたときに、その枚数を最初に、えー、事前にあちらへお尋ねするんですね。そうすると、200枚お願いしますって言われたときに、事前にね、 そのお仕事先に200枚の色紙を送っちゃうんです。で、当日はお受けしかねますので、ということで当日はサインしませんということでご了承いただいております。で、こうやって街中でご注文を受けたもの、えー、それから仕事先へ送らなければいけないもの、こういった色紙がドーンと溜まってまいりますと、うちに連絡があるんでございますね。色紙溜まってんだけど、とこういう連絡があるわけです。そうしますと僕は、 うちの相棒やら弟,弟弟子たちに連絡をいたしまして、色紙あるってって言って、みんなでガッとこう、師匠に集まるわけですね。色紙を送るだけだとお前一人で行けばいいじゃねえかと思うになりますでしょ一人で対応できる作業じゃないんですよ。だからみんなを呼ぶんです。うちの師匠の色紙ってね、えー、この色紙の、えー、 真ん中のちょっと上の方にお人形さんの顔が書いてあるんですよ。でほっぺた赤く塗ってありまして、うつみよしえと書いてあって、端っこに楽観というハンコがね、押してあります。で、師匠が色紙が溜まってんだけど、と言って、う、え、ち、ー、に電話をかけ,たかけてきた段階では、師匠のサイン色紙は、こういう状態ではないのです。えでは、どういう状態の時に師匠がうちに連絡をしてくるかと申しますと、お人形さんの顔が書いてありまして、うつみよしえと書いてある。 ここまでなんです。お人形さんのほっぺた赤くないし、落款も押してない状況。この状況でうちに連絡があるんですね。つまり、弟子の仕事というのは、お人形さんのほっぺたを赤く塗って、落款を押す。これが、えー、弟子の作業なんです。これが、えー、200枚、300枚、やらなければいけない作業なんですね。えー、で、このね、ほっぺたを赤く塗るのもね、えー、うちの師匠はね、うん、化粧品のほうべり。 チークを使っておりました。このね、ほっぺた塗るのにね、三つ決まりがあるんですよ。まず一つは、やんわりと塗ること。二つ目は、大きすぎず、小さすぎず。三つ目が、濃すぎず、薄すぎず。この三つの決まりを守らなければいけないんです。 まず最初のやんわり塗るというのはね、あんまり強い力で最初にガッてやっちゃいますとね、指の跡がついちゃうんですよ。そしたらもう後消えなくなっちゃいますんでね。だから、やんわり塗るようにと言われました。それで、え二、ー、つ目、大きすぎないようにというのがね、これがね、時々大きくなっちゃうんです。ほっぺた塗ってる間にどん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 。そうすると怒られるわけですよ。 歯医者のポスターじゃねえんだからって怒られるわけですね。ええー。それと、あとね、濃すぎちゃうのもこれもダメなんです。濃すぎたりなんかすると、私はお手もやん書いてんじゃないんだからってこう言われるわけですね。ですから、これを習得するのがなかなか大変なことでございました。まあ、後には慣れましたけどね。最初のうちはなかなか大変でしたよ。で、もっと厄介なのが、この楽観です。端っこに押す。半コ これがね、うちの師匠の場合は、こう、四角い中に、こう、よしえと書いてある、えー、楽観だったんですけどね。えー、これはね、師匠から教わったことなんですけど、この楽観ってね、端っこが欠けちゃったりなんかすると、縁起が悪いんですって、そこからお金が逃げちゃう、運が逃げちゃうってうことなんであの、絶対欠けないように、でも欠けたらお客様に差し上げられるものではなくなってしまうから、だから絶対欠けないように、うんと力を入れて楽観をしなさいってこう言われたんです。うんと力を入れるのはいいんですけどね、うちの師匠の楽観ってね、 大理石でできてるんですよ、ね。ゴムかなんかで作っといてくれりゃそんなに力入れなくていいのに、大理石でしょ。石ですから、インクのノリが悪いですから、うーんと力入れないとね、絶対どっかかけちゃうの。だからぐーっと力入れますから、ここのとこ、手の、ここのとこがね、もう内出血しちゃうぐらい。そんなもんだ、200万も300万もやるんですもん。 手分けした、4人で手分けしたってね、50枚以上やらなきゃいけないんですから、えー、このところは内出血しちゃうぐらいぐーってやらなきゃいけないです。本当にあの、楽観は厄介でしたね。で、これで完成をいたしました。で、完成したらね、色紙専用のタトシットなんですよ。で、これにくるみまして、えー、これを封筒に入れて、中に一筆お手紙を入れて、添えて、えー、それぞれのところにお送りいたします。で、これね、えっ、ー、と、ちょっとね、 もしね、そんな形でうちの師匠の色紙を差し上げた方でね、えー、に、ちょっとお詫びをしておかなければいけないんですけど、中に入っていた手紙、私が書いております。申し訳ありません。全部私の代筆でございます。色紙自体はもちろん師匠自分で書いてますけど、手紙は全部僕の代筆なんですよ。これもね、最初にね、手紙書けって言われた時にね、えー、サンプルで持ってくんですよ。こう書いてね、これどうでしょうかって言ったらね、すごいこと言いましたよ、師匠が。 これじゃ男の字じゃねえかって言うよ当たり前じゃないですかね、男が書いてんだ。ダメだ、こんなのっ,って。私が書いてるっていう体なんだから、あんたね。なんかもっとね、このね、えー、さ,さささささっとね、もう、もうちょっとあの、女らしく、あの、弱々しいような、そんなちょっと色っぽい服書きなさいなんて言われて、随分それも稽古しましたよね。ですから、もしかしてね、そういう手紙を受け取って、あーこれ、吉江さんが書いた手紙なんだ、なんて,って、えー、大事に取っててくださったる方がいらっしゃいましたら、ごめんなさい。捨てちゃってください、そんなものは。 え、でね、えー、これはね、えっ、ー、と、経古師匠もおっしゃってたことです。うちの師匠も言ってたことなんですけどね、えー、サインについて。パッと見た時に誰のサインだかわからないものはサインじゃない。要するに、名前が読めないものはサインじゃないって、これは二人ともよく言ってました。それと,あともう一つ言ってたのがね、名前を書くだけじゃなくて、そこに絵を添えてあげると、もらった方がすごく喜んでくださるし、大事にしてくださるから、絵を描きなさいということを言われました。だからうちも、えー、未だにこの似顔絵と、 読みやすいように、数を豊か、えぐみ、これが全部読みやすいように、えー、書いております。うちもね。でね、えー、これはちょっと話はガラッと変わるような体になりますけれどもね、えー、浅草公会堂さんでもって、11月の末にね、毎年、えー、漫才協会の主催で漫才大会というのをやっております。でね、これ今から10年ぐらい前ですかね、えー、この漫才大会の時にね、ロビーで、えー、会員の えー、サイン色紙をお客様にお買い上げいただいて、その売上金を台東区の福祉協議会に寄付するということをやったんですね。で、えー、会員のみんながこう、何枚ずつかこうサインしたんです。うちは10枚くらいやったかな。えー、書いたんですよね。でね、この時にね、売れてる方ね、テレビで有名な方の色紙が売れちゃうのは、それは普通のことなんですよ。ところがね、うちの色紙、有名人でも何でもないのにね、10枚だか15枚だか書いたのね、 完売したの。うん。中には正直言ってあの先輩方で売れ残ってる方もいらっしゃいましたよ。ね、だけど、うちの色紙はね、完売したんですよ。これなぜかというと、絵が描いてあるからなんです。 実際に売ってた人に聞いたんですけど、あ、絵が可愛いから、えぐみのサイン買っていこうって言って買ってった方が、ずいぶんいらしたそうですよ。これありがたいことでございます。だからこれ、師匠の教えが無駄でないということですよね。ですから今これをね、見てくれてる中にね、えー、後輩たち、えー、がいるかもしれません。で、その後輩たちに言いますけど、君たちもね、そのサインしてくださいって言われることが。 あると思います。そういう時にね、ただ名前を書く、コンビ名、自分の名前を書くだけではなくてね、そこにね、えー、なんか絵を描いてあげると、うーもらってくださった方が、 喜ぶし、大事にしてくださるから、それをちょっとね、えー、心に留めておいてください。これはユタが言うんじゃありません。うつみよしえがそう言ってましたからね。うちの師だってそうですよ。最初ね、えー、サインをしなければいけないってなった時にね、うちの師匠なんか小学校2年しか出てませんから、字書くのすごく嫌がるんです。だけど、えー、恥ずかしくないものを、お客様んが喜んでくださるものを、ということでね、うつみよしえ、うつみよしえ、うつみよしえって、もうあっちこっちに、うち行くと髪が散らばってました。 あのー、稽古した髪がねそれと絵もねそのお人形さんの顔も随分髪が散らばってましてその色紙を書かなければいけないっていう必要に迫られた時に随分うちで稽古してました小学校2年しか行ってない人だってそういう風に、えー、頑張ってね喜んでいただく色紙を書いてたんだからですから、えー、是非ともこれはね後輩たちにもねうちの師匠のことは直接知らなくても見習ってもらいたいなって思います。<music> 真面目な話しちゃったすみません、和夫さんちょっとお尋ねしたいことがあるんですけどあの,あの、師匠の色紙で犯行<番>もう痛いあれ、もう何回押すのあれもうし、あの、石だし犯行、もうやだもうあれ